こんにちは、こんばんは、泉です。さあ続きやっていきましょう。そういえばこの上登ってなかったよな。お、あるやないかい。さあ行きましょう。さあ行こう。カブ無料やな。さあ一掃するがいい。光よ。どんどんアップしてくれるね。お、シンバ。ここでシンバ仲間になるんだ。シンバここで仲間になると思わなかったな。こっちだ。もうやばいじゃんこの工場。ダメだ、今度こそ行き止まりだ。サリー、他に道はないのか。考えるからちょっと待って。あの上を登っていけって。通っていけば、うん、行けそうだ。ブー、ありがとう。このパイプを通っていこう。え、おいおい、俺たちが目指してるのはドア倉庫だぞ。このパイプの先って冷却タンクかなんかだろ。そんな行き当たりばったりじゃ危険だ。いいから俺に任せろって。なんかなかったりしないのかな。よ、まあいっか。よいしょい。お前は呼んでないぞ。どんどん技も覚えていくし。にゃんにゃん。確かまだ修理していなかったはずだ。こっちだ。ここはドア倉庫だな。俺の言った通りだろ。いやー、さすがだよ。パイプの行き先まで把握してる社長なんて、社員は見習うべきだよね。ありがとうマイク。さあ行こう。ドア倉庫はこの先だ。なんで付託されてんだよ。よいしょ。原作後の話を考えるってすごいよね。でも25か、やっとあれか。レベル確か99までだから、
4分の1か。見せてやろうぜ。さっきのやつだろうな。続いているみたいだね。ドアソーク。この辺とか絶対ミッキーのマークとかありそうだよな。幸運のマーク。絶対ボス来るやん。ブーのドアを探そう。ランドール、ガラクタが動かなくって懲りたんじゃないのか。それはどうかな。待てマイク、様子が変だ。平気平気、ただのガラクタだって。バンバス。マイク、久しぶりに怖い方で行くぞ。いっちゃやるかって。任せろサリー、任せろ。これでモンスターズニックは俺の。まずはお前らの始末だ。やれ。OK! なんだあの扉、まがまがしすぎだろ。
伝わってないな。さあさあ、お帰りはこちら。ばあ、もうここにお前の居場所はないぞ。ここは笑顔を生み出す会社になったんだ。覚えてろよ。もちろん、お前が悔しがる顔一生忘れないよ。あっちでも元気でな。またすぐに戻ってきて、今度こそお前たちを追放してやるからな。ワニが戻ってきたよ。え、またかい。今度こそ追い出してやるよ。こんな、それ、えい。ほら待って。じゃあな、バイバイ。ちょっとかわいそうだ。二度と戻ってこられないように。ちょっと待って。鍵をかけるのは得意なんだ。さすがソラ。これでも大丈夫だね。うん。さあ、お家に帰れるよ。今日は疲れただろう。また今度遊ぼうね。今度は誰だよ。奇妙な姿で気づかなくて悪かった、兄弟。お前は、そうだ、大聖堂で見た。っていうか、お前の姿の方が奇妙だろ。会ったことあったっけ。直接会うのは初めてだな。俺はバニタス。どうせお前も思わせぶりなことだけ言って消えちゃうんだろ。この世界は人間の子供の悲鳴をエネルギーに変換して成り立っていた。そしてここはエネルギーを生産する代謝。言い換えれば負の感情を溜め込む会社だ。だからもう悲鳴は集めてないって。しかし過去に集めた悲鳴はまだ大量に残っていた。この施設はとても俺に適した環境だった。復讐で心を闇に染めた扱いやすい手駒もいたしな。ランドールのことか。あいつはトップにこだわってたからな。心の弱みにつけ込まれたんだろう。負の感情が俺の心そのもの。アンバースを使って子供の恐怖や悲しみを集めたのさ。俺たちの会社で好き勝手しやがって。だがどんなに負の感情を集めても俺は不完全なまま足りていない。お前の心に眠る俺の半分が必要だ。バリタス。ベンテス、そんなところに隠れていたとはな。
マジか。俺の心の斬新。どういう意味だ。もはや記憶もないだろう。お前が幼き日、俺の半分であるベントゥスがお前の心に触れ一つになった。消えた三人のキーブレード使いの一人が空の中に。どうして俺の中に。あ、さあ俺にベントゥスを返せ。いや、こんな展開になると思ってなかったわ。グーフィー、王様から聞いたんだ。ベントゥスはバニタスに勝てなかった。うん、確かそうだったはず。強くて相打ちしてベントゥスの心は帰ってこなかった。そら、同じようにはさせない。邪魔をするな。そら、俺の心とつながれ。油断したな。離せ。まさかのサリー活躍。準備 OK だ。よし、今だ。すごいな。助かったわ。ありがとう。お礼を言うのはこっちさ。ここまで無事にブーを連れてこられたのは君たちのおかげなんだから。ブーを返すドアも見つかったしね。ブー、せっかくマイクやサリーと遊ぼうとしてたのに巻き込んじゃってごめんな。そんな怖いの近づけちゃダメだよ。いや、ドナルドの方が怖いって。どっちも怖いよ。えじゃあブー、帰ろう。ニャンニャン、またすぐ会えるよ。ブー、マイクは大好き。そっちはドナルドだよ。ブー、マイクは大好き。かわいい。うん、またね。ブー。本当にいろいろ巻き込んじゃって。いいっていいって。それよりなんだか久しぶりにスリルがあって楽しかったよ。走り回ったり転がったり、まあペンキは余計だったけど、アクション映画の主役になったみたいで楽しかった。僕も楽しかったよ。ドナルド、最初は文句言ってたくせに。言ってないよ。また遊びに来てもいい？もちろん大歓迎さ。また来るよ、絶対来る。またブーも一緒に。まだ取れてない宝箱とか、あの幸運のマークとかあるから絶対来るよ。じゃあ、じゃあまたね。トップの座はすぐに奪い返すからな。害虫駆除頑張れよ。ありがとう。ハッピーギア、次はこれを使うかね。
やっぱり闇の世界に行ってみよう。ダメダメ、まだ目覚めの力を取り戻せてないのに。でも早くあいつらを止めないと。俺たちがもたもたしてたらみんなが危険だ。でも闇の世界への行き方はわかるんですか？王様とリクに聞いてみよう。教えてくれないだろう。取り戻してからって言ってたよね。もやもやするって。王様、王様リク、今大丈夫ですか？なんだ、心を映す肉体に代用するレプリカと賢者アンセムのデータ解析のご報告です。ほう、どうだった？レプリカの研究をしていたエベンは不在ですが、資料のバックアップが見つかりました。引き続き調査を進めておきます。よろしくお願いします。賢者アンセムが託したデータについては意味深な箇所が解析できたので、原文のまま読ませてもらいますね。空の心にはロクサス以外に2つの心が確認できた。一つはロクサスより昔から空の中で眠っている。もう一つはロクサスと同じ時期から空の中にある。え、もしかしてベントスとシオンかな。自分の心以外に三つの心を内包していることになる。え、シオンじゃないの、ベントスの他に。その三つは完全に沈黙し空の心に溶けた状態だが、空は自分以外の記憶を三つ持っていることになり、その三つの記憶は空の記憶とは別の箱に個々に分けられた状態になっている。つまりその記憶の箱に再び空に溶けた心を戻せば、3人の心は目覚めることが可能になる。あとは空の心からそれぞれの心が入った記憶の箱を3つの肉体に宿せば、その3人も元の姿に戻るだろう。ロクサス以外に2つ？誰でしょう？ああ、連絡ありがとう。いえ、ではまた。全部で3つだって。1つはロクサスで、もう1つはベントスだよね。バイトスの話、信じるよ。だって他に情報がないし。空、三つ目に心当たりはある？三つ目は俺の予想シオンだと思う。空はどあんなあのね。それ関係ある？もう。さて、これからどうする？おっと、この海岸は私の知っている海岸とつながっている気がします。デスティニーアイランド、知っているんですね。アクア、綺麗な場所だ。こことは随分違ってな。ここにいれば誰かに会える気がします。まさかのアクア登場ですな。この海岸は光と闇の狭間、昼と夜の出会う場所だ。我々が出会ったように、確かにまた誰かに出会うかもな。誰？
前は。アンセムか。お迎えに上がりました我が子よ。迎えだと、今さら何を。あなたが私に心の研究を中止させた時、被験者となっていた少女を覚えていますか。彼女は私と同じように記憶を失っていた。そしてあなたが空の記憶を再生させたと聞いた。あなたは彼女の記憶も見たのではないですか。それを知ってどうする。あの少女をどこに隠した。ナミネのことかな。知らん。ではやはり一緒に来てもらおう。あなた何者なの。ポーズ。消えた光の守護者か。お前はここで待っている。いずれ王たちが助けに来る。おっと、キーブレードはどうした。必要ない。やめろ、離すんだ。話はついた。アクアに触れるな、俺に触れるな。そうか、ならば土産を残してやる。マジか、これは悪魔、悪魔じゃねえわ、悪魔、悪魔、闇討ちかな。テラに続き悪魔か。まあ、決まったわけではないけど、なんかそんな感じするよね。ん？ん？イエーソラ！おう、デール、どうしたんだ？から空に伝言だよ。チップ、つながったよ。おーい、チップ。やあ、ソラ。やあ、チップ。マーリン様からの伝言って？うん、何か本のことで話があるんだって。お茶を飲みながら待ってるって言ってたよ。どこで待ってるんだろう。あれ、そういえば場所のこと言ってなかったね。連絡する前にどこかへ行っちゃった。気まぐれだから。ともかく伝えたからね。じゃあ、お茶飲んで待ってるって。どこだよ。ねえ、あそこじゃないかな。僕たち最近素敵なレストランを知ったよね。ああ、あそこか。レミか。ギャルシェフのお店。うん、マーリン様に会いにトワイライトタウンへ行ってみよう。お、またトワイライトタウンに戻るんですな、これは。タイニーシップを連れて行けるようになったよ。タイニーシップ。まあでも時間もいい感じなんで、今回はこの辺にしておきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたです。